さんこんにちは、なぎさチャンネルの時間です。ということでオープニングを忘れずに撮っております。手が肌荒れがピンピンってできてやばいです。っていうのは置いといて、今日はちょっと行きたかったところに出かけるのと、ちょっといつもと違うエリアを散策しようということで、いろいろ下調べしたのでそちらに向かっていきたいと思います。暑い、暑すぎる。でもすごいいい天気なので、いい日になりそうです。ということで、行っていきましょう。レッツゴー。本日のお昼ご飯です。あ、おじさんたちが来た。今日は麻婆豆腐を食べに来ました。美味しそう。食べていきたいと思います。ダメだ、やめて、それやめて。あ、動画撮っといたら大丈夫だわ。それやめてもらっていい？思ったより辛かった。私食べれるかな、結構辛い。いただきます。混ぜた方がいいかも。あ、そう、おお、なんかいっぱい人おる。私たちここで大丈夫だ。絶対見せてるよね。隣来たりするもしかして。そんなことある？相席？なんかめっちゃ大人数やろ。言われんか。いや、一応空いてるなら移動するけどね。じゃあ引き寄せてるんじゃない？ね、またね、いつも混むよな。油断したら来るやろ、喉に。喉をこう避けて通さないとやられるな。思ったよりや。でも美味しい。マジ油断した。今日はどこやったっけ、代々木八幡らへんのエリアでご飯食べようって言ってお互いに調べてたので、自分は先に岬に泣いて、ここここここって候補4つぐらい送って、1個5個送ってたんやけど、1個定休日だったんや。なんか場所調べようと思って調べたら今日は休業やった。消して、そしたら3つ被ってた。マジでしよ。しかも一番最初にこの3つ言って、うわ、マーボーね。こことカレーと、なんて言うの、あ、ホテルのキャラカフェ、チーズのパンみたいな、3つ一緒やったみたいな。あーです。だね、そのままにしといて。あ、なくなった。そのままにしといて。そのままにしといて。逆に、ね、持てないわ、こういうの。そういうのが可愛いんやって。可愛くないだろ、どう考えても。ついてるよって。逆か。男が女にするの。女が男に。女が男に。一つ目の雑貨屋さん。ね、なんかちょっと海外チック。イエーイじゃない。忘れてた。
混じってる、なんか酸味強そう、見た目。嫌いなやつかも。わかる、もうちょっと色味が苦手そう。私が飲めるやつもっと黒い、コールドブリューっぽい。ちょっと苦手なやつやわ。文句言ってる。酸味は苦手なの。お買い物しました。中身は何だろうな。いつかどっかで披露します。新やつ、タグ付け。でもさ、どれ買ったけどさ、服はそれじゃないけど、このコーヒーマンコーヒー、今までに見たことない色をトップスを買いました。タンクトップおばさん、マジでかるはず。タンクトップおばさん、タンクトップおばさん聞こえてるかわからんからめっちゃ言う。タンクトップ多分10枚ぐらい。やばい。ほうじ茶のチーズケーキとコーヒーです。まずいらしい。これはちょっと、ね、最近でもチーズケーキじゃないわ、ケーキあんまりチーズケーキ、そんな前より減った食べる回数。いただきます。なんかあっさりしてる。セブンにさ、車を止めさせてもらうからさ、何も買わなきゃいかんと思ってさ、まあまあちょっと中入れよう。別にもうお昼行く前だったしさ、なんか食べ物もありやしと思って、あ、じゃあコーヒーにしようと。コンビニのコーヒーみんな買うやん。で、暑いね、アイスとかあれ買って入れたのね。アイスなのにさ、なんか入れた瞬間も氷全部溶けたの。いや、あれなんかめっちゃぬるいみたいな。アイスコーヒーのはずなのに何これやったの。よく考えたら普通にホット入れてて、そうよなみたいな。めっちゃまずかったわそれはまずい。生ぬるいコーヒーみたいな。しかもなんか今スペシャルみたいなの撮って、ようわからんけどそれ入れてみた。慣れんことするんじゃない。失敗です。今はなんだっけ、飛び飛びすぎてやばいかもカフェで終わって、食べ終わって伊勢丹にデビューしました。サングラスデビュー。リアル、うんうん、ニットの、あ、いた、あ、ごめんなさい。デビューサングラスで、ただちょっとこうなるのね。だからキモすぎ。上向いて歩けっつったらこうやって歩いてるのキモすぎ。嫌な。ハートね。あ、一緒。へえ、かわいい。レジも書いてない。でもこのハートがかわいすぎてやばいの。これで可愛い。JR 東日本の乗り物をございまして、ありがとうございます。こんなアップやだよ。ここは見るから。2番線に停車中の電車は17時30分ぐだんぐだんゆるゆるの各駅停車武蔵村の駅です。けどちゃんとオープニングもエンディングも撮っております。買い物もした、ね、今日はお買い物久々にして、なんか気分がいい感じです。ということで駅なので早く戻します。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。